こんにちは、うりさんです。テレビ東京毎週月曜日夜11時6分から放送されるドラマ赤いナースコール最終回直前考察動画第2弾です。過去の考察が気になるという方はチャンネル登録していただいて再生リストをご活用ください。今回はコンビニ事件は2つあったのではという疑問を中心にお話ししていきますので最後までお付き合いください。公式ツイッターに12話の登場人物らしき画像が発表されました。番組公式ホームページでも確認できますが、三上誠一役大門隆さん、藤森渚役三崎あかりさん、新沼亮太役高橋リオンさん、そして中国人アルバイトも加わっています。このことからいよいよ町田に起きた三上誠一に関係する事件内容が明らかになると思われます。ところで下塚の焼肉屋での工藤と店員たちの会話を思い出してみてください。下塚さんだってうちの前のコンビニでタバコを吸ってた人を注意した学生が刺されて死んだ事件があった時も下手に正義感を振りかざすと損をするって言ってましたもんでした。工藤と加藤が聞き込みに行っているとすると、下塚の経営する焼肉店は古岡署管内ということになります。しかし翔太郎がモチーフにしニュースでも取り上げられたコンビニは東京の町田でした。傷だらけの正義でも電の子で胴体を切断したという内容になっていたので、東京町田のコンビニ班が電の子を使用したのは間違いないでしょう。そして下塚の供述調書も町田署が取っていたので、下塚が東京町田のコンビニにいたのも事実だと思われます。しかし下塚の焼肉店前のコンビニの時の被害者は刺されたようです。つまり下塚は東京町田のコンビニで事件を目撃し巻き込まれた人がいたのを知っていたので、下手に正義感を振りかざすとひどい目に遭うことが分かっていたので見て見ぬふりをしたのではないでしょうか。つまり12話で出てくる高橋リオンさん演じる新沼亮太は下塚の焼肉店前で起こったコンビニ事件の学生なのではないでしょうか。ちなみに高橋リオンさんは1997年7月5日生まれ、今年25歳です。なので東京町田のコンビニで犯人と口論になった末電の子でやられたのが三上誠一で良いと思いました。そして町田のコンビニ事件の犯人のキャストは発表されていないのではないでしょうか。榎木田が復讐に電の子を使用しているのは明らかに息子は電の子でやられたからです。理事長も悲しいんだってしょうがない、後継ぎはいないと言っていたので、三上誠一が亡くなっているのも間違いないでしょう。新沼亮太が群馬のコンビニの時の被害者ならキャストにも名前は上がるでしょうし、東京町田のコンビニの時の犯人キャストはあえて番組側が発表していないのではないでしょうか。翔太郎は自分で町田で起こったニュースを見て傷だらけの正義の脚本を書きました。その番組プロデューサー山内が消されたので自分は復讐の対象になっていることが分かったと思いました。その山内の時に翔太郎と有沙は電の子男に襲われています。工藤も見ていたので男で間違いないでしょう。西垣も良かったと言っていたので電の子男は榎木田で良いと思います。その後のシーンで榎木田が有沙の病室を訪ねていますよね。この時の2人の会話がもし有沙と榎木田が共犯だったとしたら不自然です。有沙は病室で一人でいる時、つまり一人称場面でいつも驚いたり血を見て悲鳴を上げていました。もし藤森渚が整形して有沙になったとしても名前まで変える必要はないし、榎木田のことを全く覚えていないという状況も不自然です。また山根が下塚の死体を見てかなり驚いていたという一人称場面は正しい表現方法でした。この辺のミステリードラマにおけるお約束事は秋元さんは遵守されていると思います。翔太郎が下塚を発見した時も悲鳴は上げていませんが驚いていましたよね。翔太郎は入院中脚本を書いていたのは間違いないし、退院して電気のこぎり殺人事件という脚本を書き上げたようです。もし有沙が翔太郎に脚本を書かせたくて2人で入院したのだとしたら、翔太郎に復讐するためということと矛盾します。最終回で一度も登場してこなかった藤森渚という人物が被害者ならわかりますが、いきなり登場してバッサバサ松井などをやってたとしたらそれこそおかしな話でしょう。藤森渚は毒殺の達人なのでしょうか。なので私は藤森渚は三上誠一の婚約者で町田のコンビニの時に何もしなかったからすでに榎木田によって消されているのではと考えています。
北川俊樹プロデューサーが番組を作成する際コメントを発表していました。その中に理不尽な恐怖と危険な状況にさらされる主人公を演じてくださいますとあります。つまり翔太郎は何も分からず理不尽な理由で復讐の対象になっているのは明らかな状況です。そして番組側からはこの病院で何が起きているのか、なぜ人が死んでいくのか、そして主人公たちはなぜこの病院に入院したのか、さまざまな人間ドラマと恐怖を伴うミステリーが展開しますとあります。この問いかけに対する答えはもうドラマの中で明らかになっていると思いました。この病院で何が起きているのか、なぜ人が死んでいくのかという部分は榎田と西垣との息子誠一が亡くなったことの復讐でしょう。主人公たちはなぜこの病院に入院したのかという部分は榎田が宇田川に命令して事故を起こさせたからです。翔太郎と有沙が入院してきたからこそ、そこからもう榎田のゲームは始まったのではないでしょうか。チリ西垣がサポートしてくれて入院患者に睡眠薬を混入してくれました。榎田がわざと翔太郎に傷だらけの正義のことを持ち出してかばっているのは西垣のことです。その他の細かい手口はこちらの動画を参考にしていただけたらと思います。滝中の時翔太郎を殴ったのはもうすぐ退院してしまう滝中を先にやることと、山之内を群馬の病院に来させるための道具として残す必要があったからです。下塚の時から防犯カメラデータを改ざんしていたのは榎田自身が映っていたからでしょう。下塚がいつどこで一人になるかなんてさすがに榎田にも分かりません。石原は絶対藤森渚の顔などを知らないでしょうし、編集前の防犯カメラデータに榎田が映っていたからこそデータを返したのではないでしょうか。山之内の時にチャイコフスキーを流したのは、世間にチャイコフスキーを流しながら行われている石原の犯行が知れ渡っていたからです。単純にチャイコフスキー犯のように見せかけたかっただけでしょう。有沙と翔太郎をなかなか会わせないようにしたのは、夜中に翔太郎と有沙が密会したくなるように仕向けたかったから。三上がその伝達役をするという良い仕事をしてくれたので、榎田は翔太郎と有沙が密会することが分かりました。西垣は山之内にずっと魔女に出演してくれたらとお願いをし、山之内は連日わざわざその報告をしに群馬の病院に来ました。結論としては榎田が息子の復讐のために西垣を呼んだ。この画像を見ると13人亡くなっています。チャイコ犯がやった件は別として、宇田川がやっていたのならこれくらいいけるでしょうが、それを説明するだけでかなりの尺を使うと思います。最終回に向けてどんでん返しを期待したいところですが、ウリさんチャンネルでは榎田西垣の共犯、理由は誠一の復讐のためという結論にしたいと思います。最終回後も動画をアップしますので、皆様からのご質問コメントをお待ちしております。チャンネル登録をしないでご覧になっている方はこの動画が見つけやすくなりますので、登録の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイ。